あってんです。高校数学両問演習第47問目になります。数列の12問目ですね、まだまだ数列続きます。今日の問題こちらです。まだ自分で考えてない方は必ずここで動画を止めていただいて、自分で答えを出してから解説の方に進んでください。では解説始めていきたいと思います。今回も前回に引き続き確率全化式ですね、こちらの2問目をやっていきます。ポイントとなるのがこの推図でしたね。この推図を作って、そこから式を立ててですね、全化式を解いていくと、そういう流れになるんですけれども、これを作るのがポイントになるんでしたね。場合の数ですとか確率の問題とよく融合しますよと。で、確率とですね、この推図が絡んだような全化式を立てていく問題を確率全化式の問題っていうふうに一般的に呼んでいます。今回もこの確率と融合した問題をやっていきます。問題はこちらです。 1,2,3 と番号のついた3枚のカードからですね、1枚取り出して戻すっていう思考を N 回繰り返しますよと。で、それぞれ出た番号を A1 から AN までと置いて、この和がですね、読んで割り切れる確率、これを PN と置きます。で、括弧1で P2 を求めよう、つまり A1 たす A2 が読んで割り切れる確率を求めようっていう問題です。で、括弧2で、多分数字を使うんでしょうけれども、 PN たす1を PN を用いて表せ、で、括弧3はその全化式を解いて PN を求めようという問題です。では括弧1やっていきたいと思います。括弧1は A1 たす A2、 これが4で割れる確率を求めようという問題ですけれども、これそれぞれ3通りですね。 1,2,3,1,2,3 と、なので、たかだか9通りしかないので、樹形図で考えてあげるのが一番シンプルで早いかなと思います。で、 A1 が 1,2,3 と3通りありますよね。で、それに対して A2 が1から3のうち何が出れば足した時に4で割れるかっていうのを考えます。で、1回目で1が出るとですね、次1が出たら足して2で、2が出たら足して3で、3が出たら足して4なので、4で割り切れるのは3の時だけですね。で、同様に1回目で2が出た時っていうのは、2回目が2が出てくれると4で割れると。で、1回目が3の時は2回目に1が出ると4で割れるよと。なので計3通りですね。さっきたかだか9通りですよっていう話をしましたけれども、その9通りの中でですね、和が最小になるのはどっちも1が出た時ですね。この時足した数が最小で2になります。で、逆に一番大きい数っていうのは3たす3で6になりますね。なので、4で割れる確率を求めようって言われてるんですけど、それはつまり和が4になる確率っていう、問題と一緒になりますね。つまり2から6っていう数しか出ないんですけど、その中で4で割れる数っていうのは4しかないですね。なので和が4になる組み合わせを探したっていう、そういう考え方になります。で、実際に確率を求めると、全ての起こりうる事象の場合の数というのが、さっきも話した通り 3×3 で9通り、このうち3通りがこの事象になるので、9分の3で3分の1と求まります。では括弧の2です。括弧の2では P の N たす1をPN を使って表せっていう問題です。なので、この2つの関係がどうなっているかっていうのを目で見て分かる形、つまり推図にですね、落とし込んで考えてあげます。で、 PN 日本語にするとどういうことかというと、 PN というのは A1 から AN までの和を4で割った余りを考えていますと。で、この余りが0である確率が PN なんですね。一方で PN たす1っていうのは何を表しているかというと、 A1 から AN たす1までの和、これを4で割った余りが0の確率が PN たす1です。A1 から AN を4で割った余りっていうのは4種類ありますね。0、1、2、3と。A1 から AN たす1までの和を4で割った余りっていうのも4種類ありますよと。で、4で割った余りが0っていうのが、つまり4で割れるものなので、その確率が PN ですよと、問題文で与えられています。なので、こっちが PN たす1ですね。で、今回これを求めたいという問題です。で、他に3つあるんですよね。4で割った余りが1である確率、2である確率、3である確率ももちろん存在してきます。今回問題文ではこっちの確率っていうのは与えられていないので、自分で A1 から AN までの和を4で割った余りが1である確率、これを QN、 同様に2である確率を RN、 3である確率を SN と自分で置いてあげます。これ置かないと式が立たないんですよね。なぜかというと、 A1 から AN たす1まで足したものを4で割った余りが0、つまりこの PN たす1ですね。この確率を求めたいんですけれども、どうやったらこの A の N たす1まで足した数を4で割った余りが0になるかっていうと、この AN までの和ですね、これを4で割った余り、これが0だった時っていうのは、
n たす1回目に 1,2,3 どれを引いても a の n たす1までの和が4の倍数にはならないですね。つまり1を引いたら余りは1になりますし、2を引いたら余りは2になりますし、3を引くと余りが3になると。なので0から0っていう道筋はないんですけれども、逆に an までの和が4で割った時の余りが1だとすると、 n たす1回目つまり an たす1が3の時っていうのは an たす1までの和が4の倍数になりますね。つまり4で割った余りが1なんで、例えば9とかだったとすると、9たす3で12になって4で割った余りが0になります。同様に an までの和を4で割った余りが2の時、この時は an たす1が2だったら4で割った余りが0になってきますね。で同様に an までの和を4で割った余りが3の時っていうのは、次1が出ると、足して4で割った余りが0になってきます。なので pn たす1っていうのを求めるのに、この確率かける an たす1が3になる確率で、この確率かけるここで2が出る確率で、この確率かけるここで1が出る確率で求めることができます。これが推理図によって分かりますよね。ですけれども、ここの3つの確率っていうのが今 PN で表せていないので、自分で勝手に3つ置いてあげました。言葉で書くとこういう感じですね。でこれ置かないと式が作れないので置いてあげます。そうすると今話した通り PN たす1っていうのを計算することができて、この N たす1回目の数ですね、これが3になる確率っていうのは3分の1、2になるのが3分の1、1になるのが3分の1、これと元々の確率、つまり AN までの和が4で割って1余る確率で、 AN までの和が4で割って2余る確率、 AN までの和が4で割って3余る確率、これらとかけたものを足し合わせると PN たす1が出てきますよと。めちゃくちゃ厳密に言うと、これは N 回までの試行と N たす1回の試行が独立だから掛け算できるんですね。でこれはそれぞれ、例えばこれで言うと他のものがですね排反ですよと、なので足せますよと、まあ厳密に言うとそういう計算をしているんですけど、まあ直感でも分かりますよね。でそうするとまとめてあげると、ここに QN たす RN たす SN っていうのが出てきます。3つとも全然分かんない数なんですよね。自分で勝手に適当に置いたんですけど、これ計算できないので、ここを自分たちが知っている数 PN で表せないかを検討してあげます。そうするとですね、今 PN、QN、RN、SN っていうのはこれ足すと1になります。なぜかというと、これそれぞれ何だったかというと、 AN までの和、これを4で割った余りが0である確率、1である確率、2である確率、3である確率ですよね。ですので必ずどれかが起こります。でどれかが起こりますし、どれか一つしか起こらないよと、まあ、ベン図で言うとこう綺麗に4分割されているような状況で、4で割った余りっていうのは必ず0か1か2か3ですよね。なので PN、QN、RN、SN で全て網羅されてますよと。なので足して1です。そうするとこのここに出てきた3つの和ですね、これは 1-PN と PN で表すことができます。これ代入してあげると、1が PN たす1っていうのが3分の1かける1マイナス PN となって、こういうふうに PN で表されます。これがカッコ2の答えです。そうするとカッコ3は、これを解けばいいんですよね。で、これよくよく見てみると、二項完全化式になっているので、安心と、これは解けます。で、この形をですね、等比数列の形に変形するために、この特性方程式というものを解くんでした。で、これまだ、二項完全化式の解き方ですね、なんでこんな特性方程式いきなり出てくるんだっていうのをまだ理解されてない方はですね、37問目ですかね、確か37だったと思うんですけど、全化式のパート2のところを見てみてください。そこで理由とともに解説しています。特性方程式の解が今回4分の1になるので、これを使うとこの全化式がこうやって変形されますよと。そうするとここの塊を、数列の項だと見なしてあげて、この数列っていうのは初項が P1-1/4 で、ここで P1 っていうのは日本語でもう一回戻してあげると、 P1 ってつまり A1 を4で割った余りが0である確率、これは0ですね。なぜかというと1回目 1,2,3 どれか引くんですよね。なのでどれ引いても4で割った余りが0になることはないです。なのでこの確率は0で、-1/4なので、ここは -1/4になります。公比がここですね、-1/3になるので、一般項はこれイコール初項かける公比の n-1 乗
となって PN イコールこの形と求まります。で最後代入チェックをしてあげると N イコール2を入れてみましょうかね。入れてあげると PN というのがマイナス4分の1かけるマイナス3分の1、12分の1、プラス4分の1イコール3分の1となって括弧1で求めた3分の1と一致しますね。なので OK そうだなと分かります。まあ、前回と今回で確率全化式っていうのを求めたんですけど、その違いっていうのは今回はですね余事象っていうのを用いてあげました。 N 回目と N たす1回目で事象の数が4つずつと多かったのでまだ分かっていない確率を自分で置いたんですよね。 QN、RN、SN と。でこれらを PN の余事象として、つまり 1-PN として消していってあげたと、そういう余事象を使ったような確率全化式を扱いました。まあ、前回はですねそれぞれの事象の数が2つだったので、つまり奇数の場合偶数の場合と2つだったので PN じゃない文字っていうのを置かなくてよかったんですよね。まあ余事象といえば余事象を使ってるんですけど、つまり PN と 1-PL って置いたので、まあ、実は余事象ではあるんですけれども、まあ、自分で文字を置くタイプっていうのを今回初めて扱いました。なのでですね一つの文字だけでは考えにくいっていう場合ですね、この場合は積極的にですね文字を置いて、整理していくことでどんどん式が展開されていきますので、解ける形の全化式までそれで持っていってあげます。ですので、確率全化式の問題っていうのは推移図を書いてあげて、でそこから数式を出していけば基本的には一本道なんですけれども、推移図を書くときにですね分かっていない文字を自分で置いてあげなきゃいけないと、でそれをどう消すかっていうところが一つ壁として入ってくることがあるので、そういうところもですねこの問題ですとか他の演習問題を通じて慣れていってもらえたらと思います。必ず得点源にできる分野だと思います。では確率全化式はこの問題で終わりになります。明日から数学的機能法ですね、こちらの考え方を学んでいこうと思います。では今日もありがとうございました。お疲れ様でした。